じいさんとこのアパートの片付けを手伝うだけだ。別に構わないだろうと。え、そうなの？じゃあなんで？兄貴、いい加減にしろよ。蓮も断れないよな。なんだよお前らまで。春が過保護すぎるからお前には言いたくない。なっ、この可愛げのない物言い。つーか、あの可愛げのないクソガキに従順な時代があったのかな。気持ちはわかるな。俺初めてバイトした金で買ったのエロゲーだったし。使途不明金ばっかで貯金ゼロのお前に言われてもな。あら、そういえばあの子なんか春子さんにちょっと似てるわよね。本当か？こいつが来てからというもの、うちのリビングは廃墟寸前で、でいきなりこいつを連れてきたんだ。お前んとこはいいな、タヌキは。いつまでも外にいないで中に入れば。暑いだろ、キリちゃんはうちで昼飯食ってくよな。いいの？ラッキー。ふーん、暴れる噛む言うこと聞かないね。ハル、お前は邪魔。とっとと仕事に戻れ。あいよ。じゃあ腹減っ、近所の奥さん連中にも評判の兄貴だぞ。見た目よし、性格よし。バイトなんかしなくても私の責任なんだし。大丈夫だ兄さん。頼むから、息子が初めて彼女連れてきたみたいな。おいし、ちょっと危ないだろ。一番危ないのは兄さんです。お前、おまけに部屋はひでえありさまだ。片付けにちょっと手貸してもらおうと思った。佐々木行くよし。あいつはうちにまめに顔も出すが、まだから言うだろ、ひでえありさまだってな。掃除、まだ玄関先しか見えてこないが。明日も行くのか？ああ。バイトっつってもいきなりこんな汚れ仕事じゃなくてもいいんだぜ。だいたいこいつが強気に出てくるときは絶対に隠し事があるって決まっ。ありゃ空港。何兄貴、そのガキだけなんて差別じゃねえ。日帰りのつもりで話してんだけど。ケーキ、俺も島も免許も。アパートの片付けを始めたばかりだし、キリとの約束もある。また別の日にするしかないな。まあそうだな。末っ子に構ってもらえなくて拗ねてるダメな大人ならまだそこで起きてるよ。複雑すぎて俺らにはとてもとても。ちょっとお前ら、それひどすぎない？急にじゃねえよ。蓮の気持ちは一番最初に日本に来た時から変わってない。兄さんのためだけに日本に住むって決めた。お前たちだって反対しなかった。今の兄貴を見てるとそうもいかねえんだよ。なんで？天然だから。何が？どこが問題？さてと、俺も風呂入って寝よっかな。春、来月には内装の業者を入れたいと言ってたから早く。そうかそう。でも本当にちょっとだけ、お前寝ててもいいし。春、さっきは悪かった。何が？今度の日曜。俺のせい？だとしたらそれこそ本望だね。傷つけたくない。傷つけたい。だって心を起こすのでいいよな。ああ、満足。おやすみ。困るのよね。一応ここの売りはあの顔なんだから。あの笑顔の意味が分かりません。思いっきりうさんくさいわよね。お前、俺に指一本触れるな。昼飯に呼びに来たんだ。おめえうなぎは好きか？めんどくせえことは帰ってから兄貴に聞け。けどリストラされて嫁も子供も出てって、それから職を転々。ひどい匂いなのは確かだが、飯の最中にする話じゃねえな。あら、そこお前んち？そうだが、何か？ん？できたな。風呂沸いてるから先入ってこいよ。夕飯はそれからな。臭いだろ。まあね。でもそんなの風呂入れば済む話だろ。俺ばかりだ。相手の何気ない一言や、さあ。兄さん、蓮に指一本触れるなって怒鳴られてなかった？封も開けてない郵便物や、投げ込まれたままのチラシ。仕事をしながら春は全部それらをそつなくこなす。春の違いは一体何だろう。今の俺とそう変わらない年で春は。なんだよ、俺ならちゃんとここにいるだろ。してねえよ。あいつが俺にしがみついて寝てたくせに。兄貴ほど脳みそクラゲじゃねえってこったよ。何言っとんじゃ。ゴミの分別もろくにできねえくせに。まあ量が半端ねえからな。でもまあやっと奥の部屋が見えるようになったな。風が通れば少しは匂いもマシになるだろう。じいさん、昼飯は何？犬の死骸だ。まあ、まさか本人も？お前そういうことは早く言わんかい。犬を飼ってたなんて気づかなかった。犬の死骸なんぞ燃えるゴミにするわけにはいかねえしな。役所に聞いてみねえと。一匹。風呂借りていいか？勝手に使え。言うはるか？はるさん、さっきから一体何してんすか？
注文を廃棄いたし。だからって電源切ったら携帯持たせてる意味なくね。俺をイラつかせるお前も結構天然肌だと思うが、ハルさんの源氏名と同じ夏って言うから客も最初ハルさんが振ってるんです。俺と同じような年格好の奴らなんていくらでもいるだろう。世の中溢れてたら俺首かけて死んでやる。大丈夫大丈夫、優しいだけで自分に自信がなくて結局人の目ばっか。もしかしてこの間の中学生、俺夏、お前んとこの兄ちゃんも夏だろ。お兄さんとデートしようぜ、いいだろ。話すの知り合いなのか。カイドウのおじさんはうちの母親の弟、見に来ただけなんだけどさ、あの優等生の春がホストだなんて。お前っていつ。気持ちが悪い。俺の知らない春のいとこだという男と俺の知らない優等。車に無理やり乗せたのはあんただろ。運転も荒いし下手くそだ。電話して迎えに来てもらえ。この部屋はゴーストでも出たのか。俺のこと何も知らねえくせに。あんただって俺のことは何も知らない。有名だからな。夏って名前の俺と似た男。お前名前なんていうの。レン。なら番号だけ教えて。いいだろ、いとこなんだし。うちの親父とカイドウのおじさんの間で。ちょっと待って。じゃ、急に迷子になったなんて電話してくるから驚いちゃったわ。さっき春に電話したら夕飯食べないで待ってるってことがあるんだけど。ねえ、てめえおっせんだよ。さっきからうるさくてしょうがねえし。そこの長男が明日のバイトは中止で月曜からまた頼む。あそこに犬がいたなんてお前知っていたか。知るわけないだろう。犬の死骸放置なんてどう考えてもまともじゃねえだろうが。でもそれはお金なんかいらないし、じいさんのところはやめない。いやいや、反抗期ってもっと理不尽なもんでしょ。気にさせろよ。どうせあと1週間もやりゃ終わる仕事だな。あ、そういえば鍵。ガキのせいで今日は疲れた。余計なちょっかい出すんじゃなか。おはようございます。ハンドピック作業はもう少しで終わる。他に何かすることはあるか。今キリちゃんが届けてくれたバイトの理由ってこれ。俺が欲しいと言えば理由も聞かずに何でも与えようとする。いや、お前のことだからそのうち生活費まで出すって言い出しそうだ。何って、レン、お前この間から。お、分かってるよ。新しい携帯は自分で買うんだろ。仕事に戻れ。ほらレン、ほら行くっすよ。レン、しつこい。春のそばにいたいだけならそれで十分なはずだったんだ。アルちゃんみたいな男は早く結婚した方がいいかもね。ちょっと不吉なこと言うのやめてくんない。ったく、昨日は悪かったな。部屋綺麗にしてくれたのお前だろ。お前の部屋のセンスは相当ひどいな。バイト代出すし。あ、腹減ったろ。昼飯おごってやるから。お前が外で食うの嫌だって言うからだろうが。人の多いところでしょ。通勤電車なんて絶対ごめんだわ。あんたは東京で育ったんじゃないの。俺があそこの養子に入ってたって知ったのも割と最近だ。え、母親が死んじまったんだけど、その時も俺を引き取るって言い出したんだよ。結局朝まで付き合わせてと一緒なのにひどく眠いのは多分春のいとこだという気が春に近い人間だと俺に感じさせる。あんたまさか一晩中起きて蓮待ってたの。起きてたんだ。ああ、いや、おかえり。朝飯食うだろ。ああ、バイト代。はっ。お前昨日の夜から行ったお友達は間違いで、お前の荷物にこんな大金突っ込むのかよ。その金の説明がちゃんとできるってならしてみろ。バイトを頼まれた。そんな後ろ暗いやつなんざ俺の知り合いでも何でもねえんだよ。どうもわかんねえやつの部屋にまで上がり込んでバカなのにも程があんだよ。レン、食事
持ってきたけど、その様子だと全然寝てないんだろ。いい、眠くない。ま、レンが自分で決めることだし。他人の家に一晩いて初めて気がつく。今日はもう上がれば、俺とアキもいるしさ。いや、顔が整ってる人って基本無表情だとより怖さが増しますよ。お前一人で何いいことしてんの。はる、やってみせろよレン。こんなの、俺人前でこんなことするようには教えてねえけど、俺ってそんなに信用ない。いなくてもいいか。もうやめたい、これ以上好きになんかなりたくない。レン、来るな、触るなって言った。